地声でいきます、物理学宇宙物理学専攻の畑と申します。僕は物理学第二教室というところに所属してるんですけど、坂上さんからここで喋れと言われた時、まあ、よく考えるとマックスには物理第二教室というのはほとんど貢献していないので、ちょっと罪滅ぼしにやらんといかんかなと思って、安易に引き受けたんですけども、いやちょっと準備を始めてから一体どういう人たちに分かる話をしたらいいのかよく分からなくて、未だによく分からないんですけど、なんか退屈で寝てしまう人、ちんぷんかんぷんで寝てしまう人いると思いますが、まあよろしくお願いします。何がよろしくで、今日は弦の場のこのマックスというのは数理を基盤としてなんたらかんたらなんで、まあ最後数理とつくタイトルでお話したいと思います。でまず自己紹介ですが、僕の専門はソリューションといってですが、そこに書いてある通り、この世界を細かく細かく見ていくと行き着くところはどうなっているのかというのを自然科学として理論的に紙と鉛筆、パソコンを使ってもいいですが、研究する学問、つまり、究極理論を探求する学問、これの通りで、すみません、一応初歩からやりますと、ものを細かく細かく見ていくとどうなるかというのは、そこの通り、高校の教科書も書いてあると、リンゴをよく見ると分子原子からなっていて、原子をよく見ると原子核の周りを電子が回ってて、原子核は陽子と中性子からなっていて、例えば陽子をよく見るとコーク3つからできているんですが、あるいは原子からは光が出ていったりするんですけど、で素粒子は何かというと、それ以上細かくはできない、と思われている、その時々に思われている粒子で、上の図ではその電子とかコークとか光、あるいは正確には光子と呼ばれているものです。で他にもいろいろ素粒子あって、今のところ大体ここに、これウィキペディアからのパクリですけど、レプトン、コーク、グルオン、フォトン、ヒグスボソンとかウィークボソンとか、大体6種類のコークがあるわけです。コークじゃないわ、素粒子がある。でここからちょっと難しい話になる。相対論的場の量子論という話です。ちなみに素粒子はいろんな量を1にして式を簡単にしたんですが、まず光速はこれから1です。それからところにより2H バーというか 2π 分のプランク定数が1です。でさらに2とかマイナス1とか π が1にしてるかもしれませんが、気にしない、要するに符号は気にしないでください一番下は単位系ではないですね、はい。で我々は素粒子の世界を記述したいわけですが、素粒子の世界を数学的にどうやって記述かというと、今あるのが相対論的場の量子論という枠組みで記述しています。なんか3色に塗り分けられていますが、その3つのものから成り立ってて、だから相対論的場の量子論というのは、特殊相対性理論の枠組みの中で作られた場の理論の量子力学です。で、ちょっと3色一応説明しておくと、相対論的というのは既に言いましたが、素粒子というのは光速、光の速さ、これは光子とかの質量を持たない粒子です。あるいは光速に、一般的には光速に近い速さで運動する素粒子を議論しないといけないので、アインシュタインの特殊相対性理論に基づいて記述しないといけない。というわけで、特殊相対性理論では時間と空間は仲良しになって、一つの時空座標という x μ というものになって、 x0 が時間ですね、 x1、x2、x3 が空間座標です。でその次、量子学ですが、ニュートン力学、高校以来勉強するニュートン力学はリンゴの落下運動とかの日常生活は生活に記述するんですが、しかし原子とか分子以下の微子的世界、あるいは非常に低温の世界を見ると、ニュートン力学とは矛盾がいろいろ出てくる。でそこで発明され、100年前に発明されたのが量子力学です。より正しい、もう新しくないですが、新しい力学、ニュートン力学に比べば新しい力学で、一言で言うと、力学変数と対応する運動量、失点系だったら失点の座標とその運動量が、正順交換関係と書いてある、説明しませんが、こういうに従うエルミート演算子になるという。でそこで確率解釈だとか不確定性関係とか、学部で勉強するこういろんな概念が出てくる。はい、で最後、場の相対論的場の量子論のところの場の理論なんですが、場の理論っていうのは大雑把に言うと、空間の各点に何か失点のようなもの、
空間の各点で空間連続なんで各点というのは危ない概念ですけど、で各視点がお互いにバネでつながったなんか連星振動子系のようなもので、点 X にあるこの視点の平行位置からのズレがバで、まあそれは、時間空間の関数になっている。でそのバが振動する絵がありますな、A、でこれこの絵は、横軸が、まあ、ちょっと X1 と X2 というか X と Y 空間座標ちょっと2次元しか描けない。で縦軸がその平行位置間のズレをバを表している。で、点 X における バが振動する、こう縦に振動したらその点付近に何かエネルギーがある。でエネルギーがあるというのはそこに素粒子が存在するという、まあ、そういう技術で、それがバノリオンなんですが、バノリオンもまあ解析学で記述される、なんか解析学なじみでない人はすいません。それこれからもう一度復習ですが、特相対論の枠組みなんで時間と空間は仲良しになって X ミューという一つの時空座標となっています。でこれからミューとかニューというギリシャ文字は0から123、0が時間成分、123空間成分ですが、そういう走りと。で、ですが、まず場の4というのは、それに出てくる場の種類を決めると。種類というのは、いろいろなスピンというのは、素粒子の時点の核運動量です。例えば、スカラー場と呼ばれるものはスピンを持っていないし、ディラック場というのはスピンが2分の1、ベクトル場はスピン1、転送場はスピンが2とか、1とか2分の1とか言っていますが、単位は、プランク定数を 2π で割った。で足がたくさん増えてくるほど、スピンが大きくなる。で決め場の種類を決めたら次場の作用あるいはラグランジアン密度というのを、まあ、与える。で作用というのはここに下の式にあるようにこうラグランジアン密度と呼ばれるものを時間空間積分して得られる。でラグランジアン密度というのは場とか場そのものあるいは場の時空座標微分で表されているわけです。でラグランジアンミスはどうやって決めるかというと、まあ、時空平身とかローレンツ変化の下で普遍でありなさい。局所性説明しませんが、それから後でまあいろいろ出てくるゲージ普遍性あるいは繰り込み可能性とかを貸していきます。そうするとこれはまあ解析学の枠組みなんで、K の時間発展あるいは力学場の時間発展はどうやって決めるかというと最小作用の原理というのから決まる。で、そうか場の時間発展は作用を最小に、まあ、正確に言うと定流するように決まるということです。で しかも相対論的場の量子論なので本当は、量子学の枠組みなんかで話さないと、議論しないといけないんですが量子と場の量子論という中では場ファイというのはまあ、非常に荒っぽく言うと点 X に粒子を生成あるいは消滅させたりする演算子に分けるとなるというんです。というのがまあ大体素粒子の世界を数学的に記述する方法である相対論的場の量子論という。でちょっと簡単な場の理論の例を言うと一番簡単というかまあ、皆さんと馴染みのあるのは電磁気学です。で電磁気学では場はベクトル場というやつで A μ とで μ は時空の0123です。で A0 がいわゆるスカラーポテンシャルというやつで A1 A2 A3 が、まあ、なんか空間のベクトルポテンシャルです。でラグランジアンあるいはラグランジアン密度というのはなんかこの Fμ という別に式は気にしなくて式はまあ A だと思ってもらった馴染みのない人は式は A だと思っていただいていいですが Fμ という2つの軸の足を持っている量これはなんか成分で見ると電場とか磁場がこの中入っているわけですがそれを使ってマイナス4分の1 Fμ それからなんか電流 J と結合してたら JμA とこんな量ちなみにμ とか ν はこう2回出てくると足し算するというアインシュタインの式約ルールでこう足し算記号を省略しています。でこういうラグランジアン密度を採用する。そうすると最小作用の原理から、まあ、運動方程式が出てくるわけですが運動方程式は、そこにある。でこれはなんかあまり馴染みのない人は馴染みのないですがこれから具体的な電場磁場で表すとこれがマックスウェル方程式そのもの
なわけです、これはクーロンの法則とか、これ何の法則やったっけ忘れたけど、はい、そういうやつ、はい。